どうも、人生をよく生きるの大輔です。ここ1ヶ月、1ヶ月半ぐらいですかね、人食関連のお話をさせていただいて、まあ私自身も少し肩に力が入ってしまった感があるんでね、まあ今日は、まあ、トークスではありますけれども、加えてコーヒーブレイクということで、もう生体人食に関しても在宅血液透析にも全く関係のない、趣味の話をさせていただきますね。まあね、私のアカウントを、在宅血液透析の情報、生体人食、まあ、人食の情報を目当てにね、まあ、フォローしていただいている方にとっては、全くこう関心のない領域かもしれないですけどね。はい。まあ、陸上の話をちょっとしようかなと思いますね。7月の25日ですね、世界陸上のオレゴン大会が閉幕をしまして、まあ、小田裕二さんと中井美穂さんが、まあ、アテネ大会からですからね、メインキャスターを務められた、お二方が、まあ、世界陸上を卒業されたということを機にですね、まあ、勝手ながら、まあ、自分自身が中学から高校、そして大学の体育会までですね、陸上競技、まあ、100メートルを主戦場として、アスリートの端くれとしてね、真摯に競技に取り組んできたと、昔も今も、まあ、自負している立場としてね、これまで見てきた、私が見てきた世界陸上の中で、特に印象に残っている、まあ、名場面、名選手、まあ、一部世界陸上外れるかもしれないですけど、はい、思い出とともにご紹介したいなと。ちょっとまあずらずら選手名だったり大会レースを話をするんで、興味のある方はね、まあ同じ内容をブログにして、でそのブログだと、まあ、YouTube に飛べるようなね、細工ができるんで、まあ、そちらアップしておきますんでね、ぜひそのブログから感動を味わっていただければなと思いますね。で、私の世界陸上の歴史ってなると、やっぱり高校から大学にかけて現役バリバリでやってた頃に開催されていた大会がやっぱり一番記憶に残ってるし、強烈なインパクトがあるんですね。で、それで言うと1987年のローマ大会、古いですね、年がバレそうですけれども、はい、ローマ大会です、87年。で、この大会はもう大会前からカール・ルイスとベン・ジョンソンとの 100m の対決に注目がされておりました。まあ、夜中起きてね、テレビの前で釘付けになってレースを見たの覚えてますよ。で、決勝レースは、まあ、結果ベン・ジョンソン圧勝でしたね。はい、タイムは当時驚異の9秒83でした。で、これ世界陸上ではないですけど、翌年の88年がソウルオリンピックでしたね。で、2人が再び相まみえるということでした。で、レースの結果は、ローマの世界陸上以上に、もうルイスの完敗、ベン・ジョンソンの圧勝ですね。タイムは当時驚愕の9秒79でしたね。これはびっくりしましたよ。当時、高校生だったかな。長短距離の、まあ、リーダーみたいなね、チームリーダーみたいなことさせてもらってたんで、で、顧問の先生がたまたま休みだったんですね。で、まあ、ソウルなんで時差があんまりないので、ちょうど練習の時間と決勝が被ったんですよ。で、これは、まあ、顧問の先生もいねえし、レース見たくないってみんなで話をして、で、体育教官室に行って、視聴覚室借りていいですか、レース見ていいですか、言ったら、あ、いいよって、陸上部のみんなでレースを見たのを覚えてますね。まあ、このレース、レースの終盤、もう負けを覚悟したルイスの、こう、今にもね、泣き出しそうな表情というのが印象的でしたね。ただ、しかしですよ。皆様、もうご承知の通り、レース後のドーピング検査で、ベン・ジョンソンの体内から、筋肉増強剤、アナボリックステロイド。もう今でも覚えてますね、アナボリックステロイド。筋肉増強剤が検出されて、この大会のメダル記録は多か、過去の大会での記録、まあ、これまでの記録ですね、これが全て剥奪されたと、抹消されたということですね。さて、話をローマ大会に戻すと、この大会は未だに破られていないとんでもない世界記録が生まれました。女子の走り高跳びですね、ブルガリアのコスタディノーワと
フ選手が叩き出した2メートル09という記録が未だに破られておりません。で、記録もさることながら、いや、このコスタディノーラっていう選手がかっこいいんですよ。もう高跳びの選手なんでスラッとしてて、で、髪の毛もショートでね、それはまあ、好みがあるかもしれないですけど、可愛いっていうか、綺麗っていうか、とにかくかっこいいんですよ。姿形もかっこいいし、まあ、跳躍もかっこいいし、はい、スタイリッシュだしね。うん、そんなこともあって、今でも強烈に覚えております。コスタディノーラって言いにくいですけれども、まあ、ぜひこの跳躍を見てもらいたいですね。で、続く91年の東京大会。これは初めての日本開催、自国開催でしたので、まあ、その後の大阪大会よりは、これは個人的な偏見かもしれないですけど、盛り上がりはあったと思いますよ。で、私もまあ現役でやってたんでね、まあ、ぜひ会場で見たいということで、チケットをなんとか買いましたよ。チケット2枚買って、一つはスプリント種目で日本人初のファイナリストが期待されていた男子400メートルの高野進選手の400メートル準決勝の日とで大会の最終日と2枚取りました。この大会の一番の注目は、まあ、ここでも100メートルですね、うん。当時の世界記録保持者のリロイ・バレルとスーパースターのカール・ルイスとの、まあ、いわば同門対決ですね。まあ、同じコーチの下でトレーニングをしていた同門対決ですね。当時は一次予選、二次予選、準決勝とあったんですけれども、まあ、ラウンドを重ねるたびに、まあ、記録面ではね、互いに譲らず、で、迎えて決勝ですよ。まあ、いつもの展開といえばそれまでなんですけれども、いや、ルイスがいささか遅れた。ルイスが遅れたんですけれども、後半ラストもう10メートル切ったあたりで、脅威のまくりですね。で、ゴールタイムは9秒86。9秒86の世界新記録で、ルイスの金メダルということでしたね。当時は、テレビ放送は日テレだったんでね、徳光さんとかもなんか出てたかな。で、レースが終わって、スタジアムを一周するルイスに向けてね、スタンドにいた長嶋茂雄さんが、カール、カールって結構叫んでたのはね、多くの方が記憶に残っているところじゃないでしょうかね。で、この91年の東京大会で、まあ、これまた、未だ破られていない不滅の大記録が生まれましたね。それは男子の走り幅跳びです。この大会100メートルで世界新記録を叩き出したルイスと、まあ、常にルイスのもう後陣を排してきたマイク・パウエルとの一騎打ちですね。100メートルの調子そのままに常にルイスが先行する展開でしたが、パウエルの4回目、まあ、ファールだったんですけれども、この9メートル近い大ジャンプをしたパウエルがいよいよ5回目。当時の世界記録っていうのはもう古く1968年のメキシコオリンピックでメキシコシティで行われた、つまり高地で行われたんですね。空気抵抗が非常に薄い高地で記録されたボブ・ビーモンという選手が出した、まあ、不滅の記録と言われていた8メートル90、でこれを平地の東京で5センチ上回る8メートル95の世界記録の大ジャンプで逆転金メダルとなりました。さて、先ほど言いましたけれども、実際に私が観戦した男子400メートルの準決勝ですね。スプリント種目日本人初のファイナリストが生まれる瞬間をこの目に焼き付けるぞとスタジアムに乗り込みましたけれども、まあ、実際は席が結構遠くてね、後方だったんで、レース展開をじっくり見るという余裕はなかったですけれども、まあ、高野進選手が決勝進出決まった瞬間、まあ、あのスタジアムの興奮っていうのはね、今でも覚えてますよ。さて、もう一枚のチケットで行きました大会最終日。で、これね、ちょっと変則だったんですね。午前中っていうか早朝に男子マラソンがあったんです。だ今と同じように、まあ、暑さを考慮して早朝のスタートだったんですね。で、マラソン以外の、まあ、リレー種目を中心としたトラックとフィールド種目っていうのは、まあ、午後に予定をされているということなんで、なんだろう、セット販売的な感じでチケットの売り出しと記憶してますよ。だからマラソンはスタジアムで最後ゴールの瞬間をね、まあ谷口博美選手が1位で金メダル取りましたけど、そこは自由席みたいな感じで。で、まあ午後からのトラック種目は指定席でっていう、そういうチケットでしたね。で、この最終日。個人的にはちょっとトラブル
ていうかね、まあ、今となっては良い思い出ですけど、ちょっとトラブルがありまして、っていうのはさっき言いましたけれども、男子マラソンっていうのは、まあ、スタートが早い早朝ですね。で、自宅から行くにしてもちょっと間に合うための電車がまだ走ってない時間帯だったんで、しょうがないんで、まあ、一緒に行く友達の知り合いっていうのが三茶に住んでるということで、まあ、その方の家で、まあ、前日の夜のうちに行ってですね、待機して、でまだ薄暗い早朝に、まあ、その知り合いの方のチャリンコを借りて、友人と2人乗りで代々木の国立競技場に、向かってました。人気もほぼない行動での自転車の2人乗りですよ。そうです、警察官に職質されたんですね。どうしたのと言われて、いやいやこういう事情ですと、まあ、チケットとかも見して、でまあ2人乗りはいけないよというふうに注意をされて、まあ、事なきを得たんですけれども、今となってはいよいよ思い出ですね。で、先ほど言いました午後の部では、まあ、リレー種目が中心でしたけれども、まあ、男子 4×100m リレーのアメリカチームの世界新記録を目の前で見れました。ちょうどその時の席は、第2コーナーあたりですね、1走から2走に渡る瞬間のあたりだったんで、まあ、興奮したの覚えてますよ。で、せっかくなんで私の専門であります 100m の歴史をちょっと振り返ってみようかなと思うんですけど、まあ、ちょっと世界陸上限定ではないですけどね、はい、記録と選手を振り返ってみると、まあ、私が覚えてる範囲でということですけど、まあ、古くはカルビン・スミス、年がバレそうですね、9秒93っていうのが一番古い記憶かな、うん、でそこからルイス・バレル、ルイス・バレルと来て、カナダのドノバン・ベイリーが9秒84を出したのかな。でそこからアメリカのモーリス・グリーンが来て、アサハ・パウエルの時代がちょっと続きましたね。立て続けに世界記録をパウエルが出したという時期があって、まあ、途中世界記録は出してないですけれども、タイソン・ゲイとかね、名スプリンターいましたけれども、でボルトですよ、ボルトの時代になるということですね。まあ、2009年のベルリン大会の、まあ、驚異の9秒58はもう皆さん強烈に覚えているでしょうけれども、個人的にはその同じ大会で叩き出して 200m の世界記録19秒19の方が度肝抜かれましたね。っていうのは、これまでの 200m の世界新記録っていうのはマイケル・ジョンソン MJ と言われていて、マイケル・ジョンソンの19秒32で、この記録がすごすぎて、まあ、マイケル・ジョンソンの400の世界記録43秒18で、これと合わせてもう向こう100年は破られないだろうと言われていた記録なんですね。なの でこいつを破ったっていうことで 100m 以上に度肝を抜かれたのを覚えています。で、日本人選手の、まあ、歴史的快挙もちょっと振り返っておくと、先ほどね、91年の男子 400m の日本人ファイナリスト、スプリント種目での初めてのファイナリスト、高野進選手の話をしましたけれども、まあ、それに続くのは男子 400m ハードルの為末大選手ですね、はい、2001年のエドモントン大会と2005年のヘルシンキ大会ですね、はい、2個の大会でメダルを獲得したサムライハードルですね。まあ、中でもこの大雨の中で行われた2005年のヘルシンキ大会のレースというのは感動的でしたね。なだれ込むようにしてゴールラインを越えて、でご自身がメダルを確信した時の、まあ、涙姿、彼の姿というのは、まあ、そこに至るストーリーも込みで感動的でしたね。でもう一人はもちろん2003年のパリ大会男子 200m で銅メダルを獲得した末次慎吾選手でありますね。 400m で歴史の扉をこじ開けた高野進さんがコーチとなって、高野コーチとの二人三脚で掴んだ銅メダルでしたね。で今回の世界陸上オレゴン大会で男子 100m でサニブラウン選手が日本勢史上初のファイナリスト、歴史的偉業です。で決勝7位に終わった瞬間に、もう個人的に脳裏をよぎったのは、いや末次の銅メダルってやっぱすげえなっていうものですね。でそれだけ彼の偉業っていうのは、まあ、想像以上にすごいことだと思います。まあ、最後はまとめとして、まあ、世界陸上におけるというか、まあ、陸上界における小田裕二さんと中井美穂さんの功績っていうのを、まあ、陸上関係者の立場として思うところというのをお話しさせていただくと、
大会終わった直後にね、まあ、ツイッターには、まあ、こんな感じで、だらだらと書かせていただいたんですけれども、いや、ちょっと重複しますけれどもね、まあ、正直、お二人が MC を開始した当初、まあ、特に、ね、小田裕二さんに対しては、陸上出身者からすると、まあ、世界陸上の小田裕二、まあ、そらないでしょっていう思いでしたね。まあ、時は、まあ、私自身が陸上競技のアスリートとして、まあ、引退をした頃なんですね。だから、まあ、必要以上に、まあ、素人に何が分かんだよという感じで鼻息が荒くてですね、まあ、テレビ中継を見聞きしても、まあ、こいつ何言ってんだよという思うことがありましたよ。ありましたけど、もう近年はね、まあ、1周どころか2周3周回って、いやもうこの2人じゃないと、まあ、小田裕二じゃないと世界陸上が始まんねえなっていう思うようになってる自分がいましたね。なそれはなぜかというと、まあ、全米陸上をはじめね、まあ、現場を取材している小田裕二さんの様子を、まあ、テレビで見聞きしてね、ああこの人は仕事じゃなくてマジで陸上が好きで選手をリスペクトしているなというのが感じられたんですよね。まあ、彼の世界陸上への思いだったり、その陸上への思い、アスリートたちへの尊敬の念っていうのは今大会最後の彼の言葉にも表れてましたね。地球に生まれてよかったって最後言ってましたけど、まあ、先ほどご紹介したツイートと重複するんですけど、陸上競技って選手の立場からすると、まあ、競技としては他の種目に比べて地味なんですよ。だから選手の、まあ、自分で言うのもおかしいですけど凄さというか、そういうのがあまり陸上競技に関わってない人だから素人には伝わりにくいんですよ。で個人的な話をすると、個人的な思い出の話をすると、高校とかって球技大会ってあるじゃないですか、学校内で。その球技大会とかではバスケ部だったりサッカー部の連中が、まあ、後輩の女子にワーキャーされるんですよ。だからそれ見てね、なんだよこいつら県大会でいつも1回戦2回戦負けてんのにとか思うんですよ。思ってたんですよ。ひねくれてますね。はい。で野球部なんてもう県予選ですぐ負けるくせにね、県予選っていう名前の頭に甲子園っていう枕言葉がつくだけでなんかチヤホヤされちゃって、なんだよと思ってたんですよ。でこっちはどうだっていうと、その県大会でね、当時の高校県記録ですよ、まあ、自分で言うのも手前味噌すぎますけれども、県の高校記録10秒6っていうね記録を叩き出して関東大会まで行って、やっと校内に垂れ幕を出していただいてね、はい、全校集会まで開いていただけましたけどね。まあその全校集会に関しては、その全学年、当日授業時間短縮してで時間を捻出してもらってね、私一人だけのために決起集会をやっていただいたって、まあまあそれはありがたい、まあ、大変感謝してますけどね。今でもそんなことがあったんですよ。だから世界陸上を通じてね、小田裕二さんと中井美穂さんが、人間がねある意味身一つでこんなにも速く走れるんだよ、こんなに遠くに飛べるんだよ、こんなに高く飛べるんだよ、こんなにも重いものを遠くに投げれるんだよっていう、その魅力を陸上関係者以外の多くの方々に伝えてくれたっていう功績の大きさ、これは逆に陸上競技に携わったことのある人にはとりわけ感じてるんじゃないかなと思ってます。どうですかね。はい。まあ、いずれにせよ、まあ、小田裕二さん、中井美穂さん、25年間お疲れ様でした。で、TBS さんにはね、ぜひお願いしたい。お二人は卒業しますけれども、テーマソングはね、オールマイトレジャーズ続投でいきませんか？はい。ぜひ、それは強くお願いしたいですね。はい。まあ、そんな風に、ちょっとコーヒーブレーキ的に、私の趣味、まあ、いわば、私の専門の話をさせていただきました。はい。退屈だった方には退屈だったでしょうけれども、まあ、興味のある方は、先ほど言いましたけれども、ブログに当時のレースが見れる、YouTube に飛べるようにしておきますので、ぜひそちらに足を運んでいただければと思います。なところで、現場から以上でした。